少年捜索隊ちょうどその頃、篠崎くんのお家の近くの陽源寺の門前を6人の小学校上級生が何か話しながら歩いていました先頭に立っているのは篠崎くんの親友のよく太った桂正一くんです。 勝田君は学校で篠崎君から今度の事件のことを聞いたものですからまずいとこの羽柴宗司君に電話をかけ羽柴君から少年探偵団員に伝えてもらって一同桂君のところに勢ぞろいをした上、篠崎家を訪問することになったのです団員のうち3人は差し支えがあって集まったのは6人だけでした。 少年探偵団員たちは仲間のうちに何か不幸があれば必ず助け合うという固い約束を結んでいました今団員篠崎一くんのお家は恐ろしい悪魔に襲われていますしかもそれがこの間から東京中を騒がせている黒い怪物なのですから少年探偵団はもうじっとしているわけにはいきませんでした。ことに 彼らの団長の小林少年が篠崎君の恋に応じて出動したことがわかっているものですから、一度いよいよ勇み立ったのです。黒い怪物はぜひ我々の手で捕らえて少年探偵団の手並みを見せようではないかと団員はもう張り切っているのです。桂小一君は養源寺の門前まで来るとそこに立ち止まって。 いつかの晩の冒険について一堂に語り聞かせました読者諸君はその時黒い怪物が陽源寺の墓地の中で消え失せるように姿を隠してしまったことを記憶されるでしょう本当にかき消すように見えなくなってしまったんだよ僕はお化けなんか信じないけれど墓地の中だろうそれに真っ暗な夜だろう さすがの僕もずっと震え上がってやにわに逃げ出してしまったのさその墓地っていうのはこの本堂の裏手にあるんだよ桂くんはそう言いながらお寺の門内に入って本堂の裏手を指さしました少年たちも桂くんと一緒にぞろぞろと門内に入りたそがれ時のものさびしい境内をあちこちと見回していましたが。 最年少の羽柴宗司君が何を発見したのか、びっくりしたように桂君の腕を捉えました。正一君あれあれ？あそこを見たまえ、なんだかいるぜ。ほとんど震え声になって、宗司君が指さすところを見ます。と、いかにも門の横の生垣のそばの低い、樹木の茂みの中に何かもこもことうごめいているものがあります。 それがどうやら人間の足らしいのです。人間の足が茂みの中からにゅーっと現れて、まるで芋虫みたいに動いているのです。一度それに気づくと、いくら探偵団などと威張っていても、やっぱり子供のことですから、ゾッとして立ちすくんでしまいました。お互いに顔を見合わせて、今にも逃げ出しそうな様子です。無理もありません。 のの姿の朧に見える夕暮れ時、寂しいお寺の境内でしかも桂くんの階段を聞かされたばかりのところへ薄暗い茂みの間から不意に人間の足が現れたのですからね大人だって怯えないではいられなかったでしょうよし僕が見届けてやろうさすがは相撲の選手です。 勝田正一君はおびえる一同をその場に残してただ一人茂みの方へ近づいていきましただだ、れ大声にどなってみても相手は少しも返事をしません。と言って逃げ出すわけでもなく芋虫のような足がますます激しく動くばかりです。 勝浦くんはまた二三歩前進して茂みの影を覗きました。そして何を見たのかぎょっとしたように立ち直りましたが、いきなり後ろを振り向くと一度お手招きするのです。早く来たまえ、人が縛られているんだよ。二人の人がぐるぐる巻きに縛られて転がっているんだよ。お化けではないとわかると。 団員たちはにわかに勢いづいてその場へ駆け出しました。見ると、いかにもその茂みの陰に二人の大人が、手と足をめちゃくちゃに縛られ、サルグツアまではめられて横たわっていました。そのうちの一人は着物をはぎ取られたと見えて、シャツとズボンしたばかりの惨めな姿です。おや、これは篠崎君とこの書生さんだぜ。 桂少年はそのシャツ一枚の青年を指さして叫びましたそれから六人がかりで縄をほどき猿ツ輪を外してやりますと二人の大人はやっと口が聞けるようになって事の次第を説明しました縛られていたのはシャツ一枚の方が篠崎家の所生今井君もう一人の洋服男は 篠崎家お出入りの自動車運転手でした2人の説明を聞くまでもなくもう読者諸君にはお分かりでしょうが書生の今井君が主人の言いつけで自動車を呼びに行き気心の知れた運転手を選んで同乗して篠崎家へ引っ返す途中この陽玄寺の門前に差し掛かると突然二人の覆面をした快感に呼び止められ ピストルを突きつけられて、うむを言わせず縛り上げられてしまったというのです。そして、その快感の一人が今井くんの洋服を剥ぎ取って、今井くんに変装をして、二人は奪い取った自動車に飛び乗ると、そのまま運転をしてどこかへ走り去ってしまったのだそうです。団員たちは、 二人の大人と一緒に直ちに篠崎くん家に駆けつけ、事の次第を報告しました。それをお聞きになった篠崎君のお父様お母様はもう真っ青になっておしまいになりました。二人がこんな目に遭わされたからには、最前の自動車はインド人が変装して運転していたのに違いない。すると緑ちゃんも小林君も今頃は彼らの洞窟に連れ込まれて。 どんなひどい目に遭っているかわからないのです。すぐさま警察へ電話がかけられる。間も荒らせず、所轄警察署からはもちろん、警視庁からも捜査係長その他が自動車を飛ばせてくる。篠崎家は上を下への大騒ぎになりました。幸い自動車の番号がわかっているものですから、 たちまちま全市の警察へその番号の自動車を探すように手配が行われましたがしかし犯人の方でもまさかあの自動車をそのまま西洋館の門前に止めておくはずはなくおそらくどこか遠いところへ運転していって道端に捨て去ったに違いありませんからたとえ自動車が発見されたとしても賊の巣窟を突き止めることは難しそうに思われます。 一方篠崎一君を加えた7人の少年探偵団員はなるべく大人たちの邪魔をしないように門の前に勢ぞろいをしていろいろと相談していましたが「僕たちも手をつかねて眺めていることはない」「警察とは別にできるだけ働いてみようではないか」ということになり7人が手分けをして自動車の走り去った方角を広く歩き回り 例の聞き込み操作を始めることに一決しました続の自動車が玉川電車の路線をどちらへ曲がっていったかということだけは分かっていましたので7人は肩を並べてその方角へ歩いていきましたが四つ辻に出くわすたびに2人または3人ずつの組になって枝道へ入っていきタバコ屋の店番をしているおばさんだとか その辺を歩いている御用聞きなどにこういう自動車を見なかったかと丹念に聞き込みをやり何の手がかりもない場合はまた元の電車道に引き返して次の四つ筋を探すというふうになかなか組織的な操作方法をとっていつまでも飽きることなく歩き回るのでした地下室。 お話変わって地下室に投げ込まれた小林くんとみどりちゃんとは真っ暗闇の中でしばらくは身動きをする勇気もなくぐったりとしていましたがやがて目が暗闇になれるにしたがってうっすらと辺りの様子が分かってきましたそれは畳六畳敷ほどのごく狭いコンクリートの穴蔵でした 普通の住宅にこんな妙な地下室があるはずはありませんから、インド人たちがこの西洋館を買い入れて、悪事を働くためにこっそりこんなものを作らせたのに違いありません。壁や床のコンクリートも気のせいか、まだ乾いたばかりのように新しく感じられます。小林君はやっと元気を取り戻して闇の中に立ち上がっていましたが、 ただジメジメしたコンクリートの匂いがするばかりでどこに一つ隙間もなく逃げ出す見込みなど全くないことが分かりました思い出されるのはいつか富山ヶ原の二重面相の巣窟に乗り込んでいって地下室へ閉じ込められたとのことです。あの時は天井に都合のよい窓がありました その上七つ道具や鳩のピッポちゃんを用意していましたのでうまく逃れることができたのですが今度はそんな窓もなくまさか敵の巣窟にとらわれようとは夢にも思いませんので七つ道具の用意さえありません。こんな時万年筆型の懐中電灯でもあったらと思うのですがそれも持っていませんでしたしかしたとえ逃げ出す見込みはなくとも。 万一ののの場合の用意に、体の自由だけは得ておかねばなりません。そこで小林くんはみどりちゃんのそばへ後ろ向きに横たわり少しばかり動く手先を利用してみどりちゃんのくくられている縄の結び目をほどこうとしました暗闇の中の不自由な手先だけの仕事ですからその苦心は一通りでなく長い時を費やしましたけれど。 それでもやっと目的をを果たして緑ちゃんの両手を自由にすることができましたするとたった5つの用事ですが非常に賢いみどりちゃんはすぐ小林くんの気持ちを察してまず自分の猿ワを外してから泣きじゃくりながらも小林くんのお城に回り手探りでその縄の結び目をほどいてくれるのでした。 それにもまた長いことかかりましたけれど結局小林くんも自由の身となりサラグツ靴を取ってほっと息をつくことができましたみどりちゃんありがとう賢いね泣くんじゃないよ今にね警察のおじさんが助けに来てくださるから心配しなくてもいいんだよさあもっとこっちへいらっしゃい小林くんはそう言って かわいいみどりちゃんを引き寄せ両手でぎゅっと抱きしめてやるのでしたしばらくの間そうしているうちに突然天井に荒々しい靴音がしてちょうど地下室への入り口のあたりで立ち止まるとことことと妙な物音がし始めました目を凝らして暗い天井を見上げていますと はっきりはわかりませんけれど天井に小さな穴が開いてそこから何か太い管のようなものが差し込まれている様子です。直径2センチもああるる太い管です。すおや変なことするな。こと一体あれは何だろうと油断なく身構えをしてなおもそこを見つめているうちにガガガというような音がしたかと思うと。 突如として、その太い管の口から白いものがしぶきを立てて滝のように落ち始めました。水です。水です。ああ、読者諸君、この時の小林君の驚きはどんなでしたろう？黒い怪物はむごたらしくも、みどりちゃんと小林君とを水攻めにしようとしているのです。 あの激しさで落ちる水はほどもなく、たった六畳ほどの地下室に隙間もなく満ち溢れてしまうに違いありません。やがて二人はその水の中で溺死しなければならないのです。そういううちにも水は地下室の床一面に洪水のように流れ始めました。もう座っているわけには行きません。 小林くんはみどりちゃんを抱いて水しぶきのかからぬ隅の方へ身をよけました。水はそうして立っている小林くんの足を浸しくるぶしを浸しやがて徐々に徐々にふくらはぎの方へはい上がってくるのですちょうどそのころ少年捜索隊の篠崎くんと桂くんとの一組はやっとのこと。 インド人の自動車が通った寂しい広場の近くへ差し掛かっていました。この道は今までのうちで一番寂しいから念入りに調べてみなければならないというので別段の聞き込みもありませんでしたけれど諦めないで歩いていますと夕闇の広っぱへ入ろうとする少し手前のところで駄菓子屋の店明かりの前を78歳の男の子が向こうからやってくるのに出会いました。 おい、篠崎くんあの子供の胸に光っている気象を見たまえなんだか僕らの BD バッジに似ているじゃないか桂くんの言葉に2人が子供に近づいてみますとその胸にかけているのは孫か肩もなく少年探偵団の BD バッジでした BD バッジというのは。 小林君の発案でついこの間出来上がったばかりの探偵団員の起承でした。BD というのは、少年と探偵に相当する英語の頭字を取って、その B と D とを模様のように組み合わせて起承の図案にしたことから名付けられたのです。その起承どこにあったのどっかで拾やしなかったの子供を捉えて尋ねてみますと、 子供は取り上げられはしないかと警戒する風で。うん。あそこに落ちていたんだよ。僕んだよ。僕が拾ったから僕んだよ。と白い目で二人を睨みました。子供があそこで拾ったと指差したのは広っぱの方です。じゃあ小林さんがわざと落としていったのかもしれないぜ。うん。 そうらしいね。重大な手がかりだ二人は勇み立って叫びました小林少年が考案した BD バッジにはただ団員の気象というほかにいろいろな用途があるのでしたまず第一は重い鉛でできているので。 普段からそれをたくさんポケットの中へ入れておけば、いざという時の異質筆の代わりになる。第二には、敵に捕らえられた場合などに、気象の裏の柔らかい鉛の面へナイフで文字を書いて、窓や塀の外へ投げて通信をすることができる。第三には、裏面の針に紐を結んで水の深さを測ったり、 物の距離を測定するることができる第4には「敵に誘拐された場合などに道にこれをいくつも落としておけば方角を知らせる目印になる」。というように小林くんが並べ立てた BD バッジの効能は10か条ほどもあったのです団員たちはちょうどアメリカの刑事のように。 このバッジを学生服の胸の内側につけて、何かのときにはそこを開いて見せて、僕はこういうものだなどと探偵気取りで自慢していたのですが、その胸の気象のほかに、めい,めいのポケットには同じ気象が二十個から三十個ぐらいずつ、ちゃんと用意してあったのです。かつくんと篠崎くんとは、 男の子がその BD バッジを広っ端の道路で拾ったと聞くと、たちまち今言った第四の用途を思い出し、小林少年が捜索隊の道しるべとして落としていったものと悟りました。読者諸君はもうとっくにお分かりでしょう。小林君が自動車の中でインド人に縛られるとき、そっとポケットから掴み出してステップの上に置いた、 五十銭銀貨のようなものは、この BD バッジに他ならなかったのです。そして、その小林君の目的は、今、見事に達せられたのです。篠崎桂の二少年は、用意の万年筆型懐中電灯を取り出すと、男の子に教えられた地点へ走って行って。 暗い地面を照らしながら、もう他に気象は落ちていないかと熱心に探し始めました。ああ、あった、あった、ここにも一つ落ちている。懐中電灯の光の中に新しい鉛の気象がキラキラと輝いているのです。敵の自動車はこの道を通ったに違いない。君、呼ぶ子を吹いてみんなを集めよう。 2人はポケットの七つ道具の中から予備校を取り出して息をかぎりに吹き立てました夜の空に激しい笛の音が響き渡りますとまださほど遠くへ行っていなかった残りの5人の少年が彼らも呼備校で答えながらどこからともなくその場へ集まってきましたおいみんなこの道に BD バッジが2つも落ちていたんだ小林さんが落としていったものに違いない。 ももっと探せばまだ見つかるかるしれないみんな探してくれたまえそして落ちているバッジをたどっていけば犯人の桑窟を突き止めることができるんだ桂少年の指図に従って5人の少年もそれぞれ万年筆型懐中電灯を取り出して一斉に地面を探し始めましたその様はまるで七匹の蛍が闇の中を飛び交わしているようです ああったあったた。こんなところに泥まみれになっている一人の少年が少し先のところでまた一つバッジを拾い上げて叫びましたこれで3つですうまいうまいもっと先へ進もう僕らはこうしてだんだん黒い怪物の方へ近づいているんだぜさすがに小林さんはうまいことを考えたなあ。 そして七匹の蛍は闇の広場の中をみるみる向こうの方へ遠ざかっていくのでした。地下室ではもう水が一メートルほどの深さになっていました。みどりちゃんを抱いた小林君は立っているのがやっとでした。水は胸の上までひたひたと押し寄せているのです。 天井の管からの滝は少しも瓦の激しさで不気味な音を立てて降り注いでいますみどりちゃんはこの地獄のような恐怖に最前から泣き叫んでもう声も出ないほどです「怖くはない怖くはないみーちゃんがついているから大丈夫だよ」「僕はね泳ぎがうまいんだからこんな水なんてちっとも怖くはないんだよ」そして、 今におまわりさんが助けにいらっしゃるからね。いい子だから、僕にしっかり捕まっているんだよ。しかし、そういううちにも水かさは刻一刻と増すばかり。小林君自身がもう不安に耐えられなくなってきました。それに春とは言っても水の中は身も凍るほどの冷たさです。ああ、 僕はみどりちゃんと一緒にこの誰も知らない地下室で溺れ死んでしまうのかしら道へ探偵団のバッジを落としておいたけれどもし団員があそこを通りかからなかったら何にもなりゃしないのだ明智先生はどうしていらっしゃるかしらこんな時に先生が東京にいてくださったらまるで奇跡のように現れて僕らを救い出してくださるに違いないのだがなあ そんなことを考えているうちにも水はもうの,のあの辺りまで迫ってきました体が水の中でふらふらして立っているのも困難なのです小林くんはみどりちゃんを背中に回してしっかり抱きついているように言い含めいよいよ冷たい水の中を泳ぎ始めましたせめて手足を動かすことによって寒さを忘れようとしたのですでも ここんなことがいつまでで続くものでしみどりちゃんという重い荷物を背負った小林くんはやがて力尽きて溺れてしまうのではないでしょうかいやそれよりももっと水かさが増して天井いっぱいになってしまったらどうするつもりでしょうそうなれば泳ぐうにも泳げはしないのです息をする隙間もなくなってしまうのですああ 少年探偵団員たちはせっかく自動車の通り道を発見しながらこの気球に間に合わないようなことはないでしょうか消えるインド人水面は膝から腰腰から腹腹から胸へと高まって。 小林くんとみどりちゃんとはもう立っていることもできなくなってしまいました小林くんは泣き叫ぶみどりちゃんを背中におぶって真っ暗な地下室の中で泳ぎ始めたのです。しかしいつまで泳ぎ続けられるものでしょうやがては疲れ果てておぼれるかいやそれよりも早く水が天井いっぱいになって水面から首を出していることさえできなくなってしまうのではありますまいか。 ちょうどその頃、篠崎一君や相撲選手の桂昭一君や怪人二十面相の事件でおなじみの羽柴宗司君などで組織された7人の少年捜索隊は早くもインド人の逃走しししたた。道筋を発見していましたそれは小林君がインド人にかどわかされる道々自動車の上から落としていった少年探偵団のバッジが目印となったのです。 7人の捜索隊員は夜道に落ちちっている銀色のバッジを探しながらいつしか例の怪しげな西洋館の門前までたどり着いていましたおいこのうちが怪しいぜごらん門の中にもバッジが落ちているじゃないかほらあそこにさ目ざとくそれを見つけた羽柴少年が桂昭一君にささやきましたうん。 本当だ。よし、調べてみよう。みんな伏せるんだ桂くんが手真似をしながらささやき声で一堂に指図しますとたちまち7人の少年の姿が消えてしまいましたいや消えたといっても魔法を使ったわけではありません。ご令一家みんなが一斉に暗闇の地面の上に腹ばいになって伏せの形をとったのです。 団員一同一糸乱れぬ見事な統制ぶりです。そしてまるで黒い蛇が這うようにして七人が西洋館の門の中へ入り、地面を調べてみますと、門から西洋館のポーチまでの間に五つのバッジが落ちているのを発見しました。はい、やっぱりここらしいぜ、うん。小林団長とみどりちゃんとは。 この家の家どっかに閉じ込められているに違いない早く助け出さなけりゃ少年たちは伏せの姿勢のままで口々にささやき交わしました7人のうちで一番身軽な羽柴少年はそっとポーチに這い上がってドアの隙間から覗いてみましたが中は真っ暗で人の気配もありません「裏の方へ回って窓から覗いてみよう」。 橋場君はみんなにそうささやいておいて、建物の裏手の方へ張っていきました。一度その後に続きます。裏手へ回ってみますと、案の定、二階の一室に電灯がついていて、窓が明るく光っています。しかし二階では覗くことができません。縄梯子をかけようか。一人の少年がポケットを探りながらささやきました。 少年探偵団の七つ道具の中には木のひもで作った手軽な縄梯子があるのです丸めてしまえば一握りほどに小さくなってしまうのですいや縄梯子を投げて音がするといけないそれよりも肩車にしようさあ僕の上へ順に乗りたまえ橋場君は軽いから一番上だよ。 正一少年はそう言ったかと思うと西洋館の壁に両手をついてうんと足を踏ん張りましたよく太った相撲選手の桂くんは,肩車の踏み台にはもってこいです。次には中くらいの体格の一少年が桂くんの背中によじ登ってその肩の上に足をかけ壁に手をついて身構えますと今度は身軽な橋場君がんが柱のように二人の肩を登り 2番目の少年の肩へ両足をかけました。頃を計って、今まで背をかがめていた勝良くんと2番目の少年とがぐっと体を伸ばしました。すると、一番上の橋場くんの顔がちょうど2階の窓の下の隅に届くのです。まるで軽技のような芸当ですが。 探偵団員たちは日頃からいざという時の用意にこういうことまで練習しておいたのです。橋場君は窓枠に手をかけてそっと部屋の中を覗きました。窓にはカーテンが下がっていましたけれど、大きな隙間ができていて部屋の様子は手に取るように眺められました。そこには一体何があったのでしょう。 かねて予期しなかったのではありませんが部屋の中の不思議な光景に羽柴君は危うく「あっ!」と声を立てるところでした部屋の真ん中に2人の恐ろしい顔をしたインド人が座っていました墨のように黒い皮膚の色不気味に白く光る目厚ぼったい真っ赤な唇 服装も写真で見るインド人そのままで、頭にはターバンというのでしょう。白い布をぐるぐると帽子のように巻いて、着物といえば大きな風呂敷みたいな白い布を肩から下げているのです。インド人の前の壁には、なんだか魔物みたいな恐ろしい仏像の絵がかかって、その前の台の上には大きな香炉が紫色の煙を吐いています。 二人のインド人は座ったまま壁の仏像に向かってしきりと礼拝しているのです。ひょっとしたら、小林少年とみどりちゃんと魔法の力で祈り殺そうとしているのかもしれません。見ているうちに背中がずっと寒くなってきました。これが東京の出来事なのかしら。もしや恐ろしい魔法の国へでも迷い込んだのじゃないかしら。 橋場君はあまりの気味悪さにもう覗いている気がしませんでした。急いで合図をすると、下の二人にしゃがんでもらって地面に降り立ちました。そして闇の中で顔を寄せてくる六人の少年たちに、ささやき声で室内の様子を報告しました。いよいよそうだ。あんなにバッジが落ちていた上に、二人のインド人がいるとすれば。 ここがやつらの巣窟に決まっているじゃあ僕たちでここのうちへ踏み込んでインド人のやつを捕らえようじゃないかいやそれよりも小林団長とみどりちゃんを助け出さなくっちゃ待ちたまえ早まってはいけない口々にささやく少年たちを抑えて桂翔一君が重々しく言いましたいくら大勢でも。 僕たちだけの力であの魔法使いみたいなインド人を捕らえることはできないよもししくじったら大変だからねだからねみんな僕の指図に従って部署についてくれたまえ桂君はそう言って誰は表門、誰は裏門、誰と誰は庭のどこというように。 建物を取り巻いて少年たちで見張りを務めるように指図しましたもしインド人がこっそり逃げ出すのを見たらすぐ呼ぶ子を引くんだよいいかいそれからね篠崎くん君はランニングが得意だから伝令の役を務めてくれないかこの近くの電話のあるところまで走って行ってね君の家へ電話をかけるんだ 犯人の巣窟を発見しましたからすぐ来てくださいってねその間僕らはここに見張りをしていて決してやつらを逃がしやしないから団長代わりの桂君はテキパキと抜け目なく指令を与えました篠崎君が「よし」と答えてやっぱり地面をはうようにしながら立ち去るのを待って残る6人はそれぞれの部署に分かれ 四方から西洋館を監視することになりました。しかし、そんなことをしている間に、小林君が溺れてしまうようなことはないでしょうか。水が地下室の天井までいっぱいになってしまうようなことはないでしょうか。ひょっとすると間に合わないかもしれません。ああ、早く、早く、おまわりさんたち、早く駆けつけてください。 それから篠崎君の知らせによってちょうど篠崎家に居合わせた警視庁の中村捜査係長が数名の部下を引き連れ自動車を飛ばして西洋館に駆けつけるまでにおよそ20分の時間が過ぎましたああその待ち遠しかったことでも少年捜索隊が最初バッジを拾ってからもうたっぷり1時間はたっています。つまり、 小林君がみどりちゃんをおぶって泳ぎ出してからそれだけの時が過ぎ去ったのです。ああ、二人はまだ無事でいるでしょうか。せっかくおまわりさんたちが駆けつけた時には、もう遅かったのではないのでしょうか。警官たちが到着したのを知ると、桂少年は闇の中から駆け出して行って、中村係長に、犯人はまだ建物の中にいるに違いない。 誰も逃げ出したものはなかったとということを報告しました。中村係長は桂君たちの手柄を褒めておいて部下の2人を建物の裏に回し自分は2人の制服警官を従えてポーチに上がるといきなり呼び鈴のボタンを押すのでした2度3度ボタンを押していると内部にパッと電灯がともり人の足音がして。 ドドアのハンドルが動きました。ああさすがのインド人もとうとう運のつきです。訪問者が恐ろしい景観とも知らずののこのこ出迎えにやってくるとは。中村警部は建物の中にいるのは2人のインド人だけと聞いているものですからドアが開かれると同時に踊り込んで犯人をひっ捕らえようと歩場を握りしめて待ち構えていました。 ところが、ドアがパッと開いてそこに立っていたのは意外にも黒いインド人ではなくて見るからにスマートな日本人の紳士でした年の頃は30歳くらいでしょうか引き締まった色白の顔に細く刈り込んだ口ひげの美しい紳士が折り目のついた格好のいい背広服を着てニコニコ笑いながらこちらを見ているのです あなたは中村係長は面食らって、妙なことを尋ねました。僕は、ここの主人の春樹というものですが、よくおいでくださいました。実は、僕の方からお電話でもしようかと考えていたところです。ますます意外な言葉です。さすがの警部も狐にでもつままれたような顔をして。 この家に2人のインド人がいるはずですがと口ごもらないではいられませんでしたあああなた方はもうインド人のことまでご承知なのですか僕はあいつらがこんな悪人とは知らないで部屋を貸していたのですがすると2人のインド人はお宅の部屋狩り人だったのですか そうなんです。しかしまあこちらへお入りください詳しいお話をいたしましょう紳士はそう言いながら先に立って奥の方へ入っていきますので中村係長と2人の警官とは不審ながらもともかくその後に従いましたここです2人とも無事に救うことができましたよ僕がもう一足遅かったらかわいそうに。 命のないところでした。紳士はまたもや訳のわからぬことを言ってとある部屋のドアを開くと警官たちを招き入れるのでした中村係長は紳士の後について一歩部屋の中に踏み込んだかと思うと「意外の光景にはっと驚かないではいででられませんでした。ご覧なさい。 部屋の隅のベッドの中には角明かされたみどりちゃんがすやすやと眠っているではありませんかその枕元の椅子には小林少年が大人のナイトガウンを着せられて妙な格好で腰掛けているではありませんかこれは一体どうしたというのです中村係長はあっけに取られて叫びましたこういうわけですよ。 紳士は係長に椅子を勧めて事の次第を語り始めました僕は今雇い人のコックと2人きりで独身生活をしているのですが今日は朝から外出していてつい今し方帰ってみますと家の中に誰もいないのです2階の部屋を貸してあるインド人たちもいなければコックの姿も見えませんどうしたんだろうと不審に思って 家中を探してみますとやっと台所の隅でコックを見つけることができましたがそれが驚いたことには手足を縛られた上にサルグツワまではめられているのです縄を解いてやって様子を尋ねますと2階のインド人がどこかから帰ってきていきなりこんな目に遭わせたのだというのですいやそればかりではありませんコックの言いますには「インド人はなんだか?」 小さいい。子供を連れて帰ったらしいそしてその子供を地下室へ放り込んだのではないかと思う今しがたまでかすかに子供の泣き声が聞こえていたと申すのです僕は驚いてすぐさま地下室へ行ってみますとなんということでしょう地下室はまるでタンクみたいに水がいっぱいになっていてその中をこの小林くんという少年が 小さいジョーさんを追って泳いでいるじゃありませんかもう力が尽きて今にも溺れそうな様子です僕は無論すぐ2人を救い上げましたが小さいジョーさんの方はひどく熱を出しているものですからこうしてベッドに寝かしてあるのですそれからこの小林くんの話で一切の事情が分かりましたので僕はジョーさんのお宅と警察とへ電話をかけようとしているところへ ちょうどあなた方がおいでくださったというわけです聞き終わった中村係長はほっとため息をついてあ、そうでしたかいやおかげさまで二人の命を救うことができて何よりでしたしかしインド人は確かにいないのでしょうね十分お探しになりましたか十分探したつもりですが なお念のためにあなた方のお力で捜索していただいた方がいいと思いますがではもう一度調べてみましょうそこで係長は裏口へ回しておいた2人の警官も呼び入れて5人が手分けをして押し入れと言わず天井と言わず床下までも残るところもなく捜索しましたがインド人の姿はどこにも発見されませんでした。 実に不思議という他はありません。橋場少年が2階の窓を覗いてから警官が着くまでのわずか二十数分の間に2人のインド人はままるでで煙ののように消え失せてしまったのです。建物の外には6人の少年団員が注意深く見張りをしていましたインド人はどうしてその目を逃れることができたのでしょういいやいや。 奴らは身辺不可思議の魔法使いです。建物の外へ出るまでもなくあの二階の部屋の中で何かの呪文を唱えながらスーッと消え失せてしまったのかもしれません。読者諸君は黒い魔物が陽玄寺の墓地の中で。 それからもう一度は篠崎家の庭園で書き消すように姿を隠してしまったことをご記憶でしょう今度もそれと同じ奇跡が行われたのですこの2人のインド人に限っては物理学の原理が当てはまらないのかもしれません無論中村係長は直ちにこのことを警視庁に報告し東京全市の警察署 派出所にインド人逮捕の手配をしましたが、一日経ち二日経っても海インド人はどこにも姿を現しませんでした。奴らは姿を消したばかりではなく、飛行の術かなんかで海を渡って、とっくに本国へ帰ってしまったのではないでしょうか。四つの謎 世田谷の西洋館でインド人が消え失せた翌々日、探偵事件のために東北地方へ出張していた明智名探偵は、守備よく事件を解決して東京の事務所へ帰ってきました。帰るとすぐ探偵は旅の疲れを休めようともしないで、書斎に助手の小林少年を呼んで留守中の報告を聞くのでした。 小林君はもうすっかり元気を回復していました。聞けばみどりちゃんもあの翌日から熱も取れて、お父様お母様のそばで機嫌よく遊んでいるということです。小林君は明智先生の顔を見ると待ちかねていたように、海インド人事件のことを詳しく報告しました。先生、僕には何が何だかさっぱりわからないのです。でも。 みんなの言うように、あのインド人が魔法を使ったなんて信じられません。何かしら、僕たちの知恵では及ばないような秘密があるのじゃないでしょうか。先生、教えてください。僕は早く先生のお考えが聞きたくてうずうずしていたんですよ。小林君は明智先生をまるで全能の神様かなんぞのように思っているのです。 この世の中に先生にわからないことなんてありえないと信じているのです。うん、僕も旅先で新聞を読んでいくらか考えていたこともあるがね。そう君のようにせきたててもすぐに返事ができるものではないよ。明智探偵は笑いながら安楽椅子にぐっともたれ込んで、長い足を組み合わせ好きなエジプトタバコをふかし始めました。 これは明智探偵が深く物を考える時の癖なのです。一本、二本、三本。タバコはみるみる灰になって、紫色の煙とエジプトタバコの香りとが部屋いっぱいに漂いました。ああそうだ、君、ちょっとここへ来たまえ。 突然、探偵は椅子から立ち上がって部屋の一方の壁に貼り付けてある東京地図のところへ行き小林少年を手招きしました陽源寺というののはどの辺にあるんだね小林君は地図に近づいて正確にその場所を指し示しましたそれから篠崎君のうちは 小林くんはまたその場所を示しましたうんやっぱり僕の想像した通りだ小林くんこれがどういう意味かわかるかねほら羊玄寺と篠崎家とは町の名も違うしひどく離れているように感じられるが裏ではくっついているんだよこの地図の様子では間に23軒家があるかもしれないが 10メートルとは隔たっていないよ。探偵は何か意味ありげに微笑して小林君を眺めました。ああ、そうですね。僕もうっかりしていました。表側ではまるで別の町だものですから、ずっと離れているように思っていたのです。でも先生、それが何を意味しているんだか僕にはよくわかりませんが、 何でもないことだよまあ考えてごらん宿題にしておこう探偵はそう言いながら元の安楽椅子に戻ってまた深々ともたれ込みましたところで小林君、この事件には常識では説明のできないような点がいろいろあるねそれを一つ数え上げてみようじゃないかあこれが探偵学の第一課なんだよ まず事件の中から奇妙な点を拾い出してそれにいろいろの解釈を与えてみるというのがねこの事件ではまず第一に黒い魔物が東京中の方々へ姿を現してみんなを怖がらせたね犯人は一体何の必要があってあんなバカな真似をしたんだろう今度の犯罪の目的は篠崎家の宝石を盗み出すことと 緑ちゃんという女の子をかどわかすことなんだが黒い魔物が方々に現れて新聞に書かれたりすれば「私はこんな真っ黒な人種ですよご用心なさいと」とまるで相手に警戒させるようなものじゃないかあそれからまだあるよ黒い魔物はだんだん篠崎家に近づいてきてそこでもいろいろと見せびらかすような真似をしている そして人違いをして2人までよその女の子をかどわかしかけている宝石が篠崎家にあるということをちゃんと見通してわざわざインドから出かけてくるほどの用意周到な犯人にそんな手抜かりがあるものだろうかりちゃんという女の子がどんな顔をしているかくらい前もって調べがついていそうなものじゃないか小林くん 君はこういうような点が、なんとなく変だとは思わないかね。辻褄が合わないとは思わぬかね。ええ、僕は今までそんなこと少しも考えてませんでしたけれど、本当に変ですね。あいつは、私はこういうインド人です。こういう人さらいをしますと言って、自分を広告していたようなものですね。小林君は初めてそこへ気がついて、 びっくりしたような顔をして先生を見上げました。そうだろう。犯人は普通ならばできるだけ隠すべき事柄をこれ見よがしに広告しているじゃないか。小林君、この意味がわかるかね。探偵はそう言って妙な微笑を浮かべましたが、小林君には先生の考えていらっしゃることが少しもわからぬものですから、 その微笑がなんとなく薄気味悪くさえ感じられました <laughs> 第二にはインド人が忍術使いのように消え失せたという不思議だ一度は羊玄寺の墓地で一度は篠崎家の庭でそれからもう一度は世田谷の西洋館でこれはもう君もよく知っていることだね あの晩西洋館の周りには6人の少年探偵団の子供が見張っていたというがその見張りは確かだったのだろうねうっかり見逃すようなことはなかったのだろうねそれは桂くんが決して手抜かりはなかったと言っていますみんな小学生ですけれどなかなかしっかりした人たちですから僕も信用していいと思いますうん表門の見張りをしたのは なんという子供だったのかつくんともう一人おはらくんっていうのです二人もいたんだねそれでその二人は春樹という西洋館の主人が帰ってくるのを見たと言っていたかね先生それです僕不思議でたまらないのです二人は春樹さんの帰ってくるのを見なかったというのですよみんなは まだインド人が2階にいる間にそれぞれ見張りの部署に着いたのですから春樹さんが帰ってきたのはそれより後に違いありませんだからどうしても桂くんたちの目の前を通らなければならなかったのですまさか主人が裏口から帰るはずはありませんからねしかもその裏口を見張っていた団員も誰も通らなかったと言っているのですふん。 だんだん面白くなってきたね君はそのののの不思議をどう解釈しているの警察の人に話さなかったのそれは桂くんが中村さんに話したのだそうですでも中村さんは信用しないのですよ。二人のインド人が逃げ出すのさえ見逃したのだから春樹さんの入ってくるのを気づかなかったのは無理もないって。 子供たちの言うことなんか、あてにならないと思っているのですよ。小林君は少し憤慨の面持ちで言うのでした。<laughs> それは面白いね。二人のインド人が出て行ったのも気づかないほどだから、春樹さんの入ってくるのも見逃したんだろうって。<laughs> <laughs> 明智探偵はなぜかひどく面白そうに笑いました。 <笑><笑>ところでね君はハルキさんに地下室から助け出されたんだねあむろんハルキさんをよく見ただろうねまさかインド人が変装していたんじゃあるまいねええむろんそんなことはありません真から日本人の皮膚の色でしたお城屋なんかであんな風になるものじゃありません 長い間一緒の部屋にいたんですから僕それは断言してもいいんです警察でもその後春樹さんの身柄を調べただろうねええ調べたそうですそして別に疑いのないことが分かりました春樹さんはあの西洋館にもう三月も住んでいて近所の交番のお巡りさんとも顔なじみなんですってほうおまわりさんともね それはますます面白い明智探偵は何かしら愉快でたまらないという顔つきですさその次は第3の疑問だそれはね君が篠崎家の門前で緑ちゃんを連れて自動車に乗ろうとした時その時君は今井君の顔をはっきり見たのかね ああそうだった僕先生に言われるまでうっかりしていましたよそうですそうです僕今井君の顔をはっきり見たんです確かに今井くんでしたそれが自動車が動き出すと間もなくあんな黒くなってしまうなんて変だな僕何よりもそれが一番不思議ですよところが一方では その今井君が陽玄寺の墓地に縛られていたんだね。とすると今井君が2人になったわけじゃないか。あいや3人といった方がいいかもしれない。墓地に転がっていた今井君と自動車のドアを開けてそれから助手席に乗り込んだ今井君と自動車の走っている間に変わったインド人と合わせて3人だからね。 ええ、そうです僕さっぱり訳が分かりませんなんだか夢を見ているようです小林君にはそうして明智探偵と話しているうちにこの事件の不思議さがだんだんはっきり分かってきましたももう魔法をけなす元気もありません。小林君自身が得体の知れない魔法にかかっているような気持ちでした。 小林君、思い出してごらん。その自動車の中でね、君は二人のインド人の首筋を見なかったかね。向こうを向いている運転手と助手の首筋を見なかったかね。探偵がまた妙なことを尋ねました。首筋ってここのところですか。小林君は自分の耳の後ろを押さえて見せました。 そうだよ。その辺の皮膚の色を見なかったかねさあ僕それは気がつきませんでしたあそうそう二人とも鳥打ち棒をひどく網みにかぶっていて耳の後ろなんかちっとも見えませんでしたうまいうまい君はなかなかよく注意していたねそれでいいんだよさあは第四4の疑問だ それはね、犯人はみどりちゃんをなぜ殺さなかったか、ということだよ。え何ですって奴らは無論殺すつもりだったのですよ。僕まで一緒に溺れさせてしまうつもりだったのですよ。ところが、そうじゃなかったのさ。探偵はまた意味ありげにニコニコと笑ってみせました。 よく考えてごらんインド人たちはコックを縛ったけれど主人の春樹さんに対しては何の用意もしなかったじゃないか春樹さんは外出していていつ帰るかわからないのだよ。そして帰ってくればコックの報告を聞いて地下室の君たちを助け出すかもしれないのだよ。もし助け出されたらせっかくの苦心が水の泡じゃないか。 それをまるで気にもしないで、緑ちゃんの最後も見届けないで、逃げ出してしまうなんて。あの執念深さと比べて考えてみると、おかしいほど大きな手落ちじゃないか。現にこうして、君も緑ちゃんも、助かっているんだからね。インド人たちは何のためにあれだけの苦労をしたのか、まるでわけがわからなくなるじゃないか。小林くん。 わかるかね、この意味が。犯人はね、みどりちゃんを殺す気なんて、少しもありゃしなかったのだよ。<laughs> 面白いじゃないか。みんな、お芝居だったのだよ。探偵はまたさも愉快らしく笑い出しましたが、小林君にはその意味が少しもわからないのです。 一体全体先生は何を考えていらっしゃるのだろうそれを思うとなんだか怖くなるようでしたさあ小林君この4つの疑問を解いてごらんこれを4つとも間違いなく解いてしまえば今度の事件の秘密がわかるのだよ <laughs> 僕もそれを完全に解いたわけじゃないこれから確かめてみなければならないことがいろいろあるんだよ ししかし僕には今この事件の裏に隠れてクスクス笑っているお化けの正体がぼんやり見えているんだよ。僕はこんなにニコニコしているけれど本当はそのお化けの正体にギョッとしているんだ。もし僕の想像が当たっていたらと思うと油汗がにじみ出すほど怖いのだよ。 明智探偵は非常に真面目な顔になって声さえ低くしてさも恐ろしそうに言うのでしたその顔を見ますと小林君ははーっと背筋が寒くなってきましたなんだかそのお化けが後ろからバーッと行って飛び出してくるような気さえするのですところでね小林君。もう一つ思い出してもらいたいことがあるんだが。 君はさるき春樹さんの顔をよく見たと言ったねその時もしや君は探偵はそこまで言うといきなり小林くんの耳に口を寄せて何事かひそひそとささやきましたえ、なんですって。それを聞くと小林少年の顔が真っ青になってしまいましたまさか。 まさかそんなことが小林くんは本当にお化けでも見たようにそのお化けが襲いかかってくるのを防ぎでもするように両手を前に広げて後さりをしましたいやそんなに怖がらなくってもいいこれは僕の気のせいかもしれないのだよただね今挙げた4つの疑問をよく考えてみるとね みんなその一点を指さしているように思えるのだよあ。だが、確かめてみるまでは何とも言えない。僕は今日のうちに一度ハルキさんと会ってみるつもりだよ。まあ、ハルキさんの電話は何番だったかしら。それから明智探偵は電話帳を調べて、ハルキ氏に電話をかけるのでした。 読者諸君名探偵が小林君の耳にささやいた言葉は一体どんな事柄だったのでしょう。それを聞いた小林君はなぜあれほどの恐怖を示したのでしょう明智探偵は4つの疑問を解いていけば自然その恐ろしい結論に達するのだと言いました。 諸君は試みにそのの謎を解いてご覧なさるのも一興でしょうしかし今度の謎は随分複雑ですしその答えがあまりに意外なのでそんなにやすやすとは解けないだろうと思います次の章はその謎の解けていく場面ですそしてぞっとするようなお化けが正体を表す場面です